国民連合、国民連合、国民連合、RN は、フランスの政党。党首は、マリーヌ・ルペン。旧党名は、国民戦線、国民戦線、カイエル。反 EU、移民排斥を掲げている。党首のルペンは、普通選挙の宣令を受けていない、欧州委員会、EU の執行機関に従う必要はないとして、反 EU を掲げており、EU 離脱を問う。 国民投票を実施すべきだと主張している。2005年に起きた移民による暴動以来、移民に対する反感が強まっているフランスにおいて、急速に支持を伸ばしている。近年、政権入りが現実味を帯びてきたことから、支持層を広げるため、過激な主張については緩和させる傾向にある。移民排斥というより、移民受け入れは、年間1万人以内に制限したいと主張している。 2011年に党首としてマリーヌが選出されて以来 FN の人気は高まっている。2014年の地方選挙でいくつかの市町村を獲得し2014年の欧州選挙ではフランス国内から25%の票を得た党になった。そしてフランスの地方選挙では再び投票率の28%弱という結果を出して1位になった。2015年には FN はフランスで最大の政治勢力の一つとして定着している。2018年6月、透明を国民戦線から国民連合へと変更した。1972年10月にアルジェリア独立反対派などの右派勢力が集まってジャンマリー・ルペンが創設した。結成当初は弱小政党だったが、1980年代に入り、フランスの経済が悪化し、 失業者が急すると支持を広げていき、選挙ごとに票が増えていった。1986年国民議会議員選挙では、選挙制度が比例代表制に変わったことから、270万3442票、9.7%を得て、35議席獲得した。しかし、それ以降は、小選挙区制に戻ったことから、0から1議席と低迷する。 1997年以降、景気が回復し、失業率が解消され始めると支持率が低下した。さらにルペン党首の度重なる暴言や1997年、国民議会議員選挙時の社会党候補に対する暴行事件にナンバー2のブルーのめぐれが反発。また同選挙では1名を当選させたが、公職選挙法違反などで当選無効となった。 国民戦線に反対する側がテロを起こしたこともあり、ルペンの自宅がダイナマイトで爆破されたこともある。1998年12月の欧州議会選挙をめぐって対立は激しくなり、めぐれ派は離党して1999年1月に新政党共和国運動を結成、国民戦線に打撃を与えた。この時期に党員や活動員をかなり減らしたが、 数年で勢力を回復し2002年の大統領選挙に出馬したルペンは決選投票まで残り世界を驚愕させた。2004年欧州議会議員選挙ではフランス全土で168万4868票、9.8%を得て7議席獲得した。2005年に発生したパリ郊外暴動事件以後の世論調査ではさらに支持を伸ばした。 フランス人市場主義を掲げ黒人やイスラム系の移民排斥。ただし、フランスの文化を尊重する移民は拒まないを唱えているが、他国からの移民によって、フランス人としての権利が奪われているという感情から一部のフランスの海外系や海外領土の黒人からも支持を得ている。フランス人市場主義というより、黄色人種や黒人も含めた国民の側にあるとし、 政教分離を認めるイスラム教徒も尊重するなど、中道右派のニコラサルコ人の掲げる、選択的移民政策との違いはなくなってきている。また、ルペンの側近の一人、ブルーのゴルニッシュは、京都大学に留学した経験を持ち妻は、日本人である。ルペン自身、日本の、そして、スイスの国籍法を支持している。2011年1月16日の党大会で、ルペンの三女である、 マリーヌ・ルペンが新党首に選ばれた。2012年の大統領選挙で、ルペンが獲得した、得票率17.90%は、国民戦線の大統領候補者としては、最高記録である。大統領選挙直後に行われた、議会総選挙では、マリーヌ・ルペン前党首の孫娘で、マリーヌ元党首の名にあたるマリオン・マレーシャルイコール、ルペンと弁護士のジルベール・コラールの2名が、当選。 14年ぶりに国民議会における議席を復活させた。なお、元国民戦線党員のオランジュ市長、ジャック・ボンパールを含めると、右派勢力は3議席取る。2013年10月13日、バール県議会補欠選挙の決選投票において、国民戦線の候補が、得票率54%で当選した。地方の1議席をめぐる争いであったが、フィガルガミは、 国家的影響があると大きく報じ、2013年10月公表の世論調査では、翌年5月の欧州議会選挙での投票先を国民戦線と回答したものが24%となり、国民運動連合を22%や社会党19%を上回って、首位となった。2013年10月、アランドロンがスイス氏とのインタビューで、 国民戦線は重要な位置を占めている。良いことだと思うし、理解もすると国民戦線への支持を公言した。このことが物議を醸し、同志は10月18日に美女コンテストミスフランス運営委員会の名誉会長を辞任した。の第1回投票では5%の票を獲得2008年の第1回投票時の得票率0.9%を 大きく上回り躍進、ルペン党首は FN は主要な独立勢力の段階に到達した。国家レベルでも地方レベルでも一つの政治勢力となったと語った。また、第一回投票においてアビニョン、エナンイコール某問で第一位となったことが大きな話題となった。3月30日に行われた第二回投票では得票率6.8%となり、 14以上の自治体で第一党となった。2014年欧州議会議員選挙では約25%の得票を得て24議席を獲得大躍進を果たす。マニュエル・バルス首相は選挙結果を継承どころではない。衝撃であり、自信だと述べた。フランソはオランド大統領は選挙結果を受けて閣僚らの緊急会議を召集した。 マリーヌルペン投手となってからは恩恵路線を模索しており、政権獲得も視野に入ってきたことから、反ユダヤ的発言、ホロコーストがなかったかのように受け取られかねない、問題発言が相変わらず、右翼的発言を繰り返すジャンイコール、マリーヌルペン名誉投手との父子の確執が深まり、ジャンマリーは2015年5月に国民先生の党員資格を停止され、10月には、 党を除名された。ジャンイコール、マリー・ルペン元名誉党首は、新党、ブルー、ホワイトレッドラリーを結成した。除名後もジャンイコール、マリー・ルペンは、国民戦線の名誉職に留まっていたが、2018年3月11日に、剥奪されている。2015年11月に起きたパリ、同時手発テロ事件の直後となる、2015年12月6日に、実施された。 フランスの衆議会議員選挙、比例代表2回投票制では、国民先生は、簡易味をスローガンに掲げ、テロへの不安を背景に支持を取り込んだ。第1回投票における、フランス全体での得票率は28%と、2010年に行われた前回選挙の11%から躍進し、全13の選挙区のうち6つで首位となり、特に、ジャンイコール、 マリー・ルペン党首の選挙区とマリオン・マレシャルイコール・ルペンの選挙区では、それぞれ41%の得票率を獲得し、第2回投票で第1党となる可能性が出た。これを受け、与党の社会党は、第2回投票で、極右の躍進阻止をスローガンに掲げ、2002年の大統領選以来となる選挙協力を実施、上記2つの選挙区での出馬を取りやめ、 サルコジ前大統領の率いる共和党への投票を呼びかけた結果、国民戦線はすべての選挙区で敗北した。フランソワ・オランド所属の社会党は悪化傾向の失業率を改善し、フランスの経済を上向かせる公約を掲げ選挙に勝利した。フランソワ・ミッテランのようにオランドも初めのうちは伝統的な左路線にのっとっていた。オランド政権の初年度、 富裕税を提案したり衰退するフランス産業を再浮上させるべく努めた。だが2014年末までには彼らの公約は空虚なものであることが露呈。オランドは自由主義的政策への方針転換に反対する人材を排除し、代わりにマニュエル・バルスやエマニュエル・マクロンなどを投与した。労働市場の自由化を断行するためである。失業率の上昇は止まらなかった。 2015年3月31日にオランド政権はその自由化の方向性を変えないとアンゲラ・メルケルに確約した。2008年のリーマンショック以降、イギリスの失業率は改善傾向であるのに対しフランスの失業率は悪化の一途である。社会党はフランスの労働社会級の受け皿になることができず、見放され始めた。左翼党のメランションや 旧審査派の一部は労働者の支持を集めている。一方、FN のマリー・ヌルペンは、彼女の父親が標榜したレイガノミックスや小さな政府といった思想を退りけた。マリー・ヌルペンは、フランスの福祉国家モデルを擁護し、そして新自由主義に反対し、左派の票を獲得することに成功した。さらにはグローバリゼーションを、ジャングルの法とし、その法の下で多国籍企業が、 労働力を安く使うものだとした。マリーヌ・ルッペンが党首を務める2014年時点での FN の基本的な政策としては、合法的な移民の数を年間2万人から1万人に下げる、フランスに住む移民の家族や配偶者の無条件なフランス居住禁止、宣言協定の破棄、そしてフランス市民権を得るための条件を厳しくするなどが挙げられる。さらには、 警察官の数を2倍にする。中小企業へ減税する。フランスの製造業を守るための関税を徹底させる。フランス語の国際的地位の回復に取り組む。児童手当など家庭への手当は、フランス国民の家庭にのみ給付する。伝統的な家族間とりわけ親子間を大事にする。フランスの国家主権を取り戻すため、EU の基本条約の大幅な見直し交渉を行う。 フランス独自の農業政策の構築を行い、EU の共通農業政策から離脱するなどが挙げられる。外交面においては、マリーヌルペン党首は、ロシアのプーチン大統領を評価しており、ウクライナ問題においてもウクライナがアメリカ合衆国に征服されていると見ており、ウクライナはいずれの勢力からも独立を保つべきとの立場を主張している。 NATO による強い反動主義に警敵を鳴らしており、反ロ傾向を強めるアメリカが主中国を心霊戦の最前線にいるとして非難している。また、反ユダヤ主義、本人は差別しないと言っているが、ホロコーストを否定していると受け取られかねない姿勢を取っていた父とは異なり、親、イスラエル的となっている。同性愛については、シビルユニオンで十分であるとする立場であり、 同性結婚を廃止する。ただ、同性愛者の人権も尊重しており、他の主要政党より同性愛者の幹部が多い。副党首のフロリアン・フィリッポも同性愛者とされる。極右政党の色が濃かった、ジャンイコールマリー・ルペン時代の政策。より現実主義を取り、排外主義とは決別し政策的には、福祉の充実や弱者の保護を打ち出した。 現在の国民戦線とはかなり異なる。極右と評価されるが、一方で、福祉政策にも積極的に取り組んでおり、右派だけでなく、左派にも支持者がいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。